Previously on the Negotiation SC 西海岸のご様子はいかがですか？まあ、ニューヨークと違ってこちらはみんな陽気だな。リモートミーティングのデメリットは視点が限られている。今君の視点はモニターに見えていることがすべてだ。5日後のロンドン行きですが12時半の便に変更しておきました。君は恐ろしい秘書に。まあ今日はこれぐらいですかね。まあ合格ということにしといてあげましょう。相変わらず厳しいですね。日本に行ってるんだからそれぐらい当然よ。これでも結構探し回ったんですよ、ミーティングの合間を見て。明日はチャンスがあるの？ええ、明日は何とか。さすがに明後日はない。ああそうですね。うまくいけば浅草に寄れるかもしれないので、もし寄れたら。下マーチーね。うん、エドシティの心らしいです。なるほどね。ちょっと邪魔なんで片付けますね。まあ無理はしなくていいわよ。わかってますよ。まあ飛行機の時間もありますんでね。到着は何時？ヒースロー空港に10時には。問題ないわね。余裕ですよ。少し早いくらいね。アリソン、僕が余裕がない男なんて男じゃないと考えてることはご承知のはず。そうだったわね。余裕がない男なんて男じゃありませんからね。海山トレーディングカンパニーとの交渉は順調？まさか僕がわざわざイギリスから来るとは思ってなかったようで。奇襲は成功ね。多少強引な手にしたが。アリソニズムよ。先方も最後にボソッと、これがアリソニズムかって、日本語でぼやいてましたよ。日本語が分かったのね。ええ、たまたまそれだけよく分かりました。あなたを送り出して正解だったわ。あなたの噂はちゃんと日本まで届いてるようですよ。アリソニズムは海をも越えるわ。ま、フランスの時点で海は越えてますがね。何？ああ、なんでもないです。ドーバー海峡は34キロしかないもの。ちゃんと聞こえてたんですね。Wi-Fi はギンギンよ。こちらもです。思いのほか、交渉は早く片付くかもね。そしたら早めに浅草に。ああ、それがアリソン。何？向こうも案外強気でして。何か問題でも？実は。どうしたの？はっきり言ってちょうだい、ウォーレン。やはり、例の件に難色を。あら、そう。あら、そう。どうしたの？ああ、いや、もう少しボルテージが上がるかと。まさか。あ、そうですか。ほっとしました。少し待っていてくれる？ええ、わかりました。アリソン、怒ってますか？アリソン、アリソン、怒ってますか？アリソン、ごめんなさい、話の続きを。一つ聞いてもいいですか？なに？あ、やっぱり大丈夫です。で、向こうは例の件に難色を示してきたわけね。ええ、そうなのね。まあ、この国最大のトレーディングカンパニーですからね。ウォーレン、あなたで解決できないの？もちろん、この場は僕だけで収めることはできるでしょう。なら。しかし、
ここはもう少し強めに出てもいいのではないかと。強めに？ええ。私はそっちには行けないわよ。ええ、もちろんです。今アリソンがそちらを離れるわけにはいきません。じゃあどうするの？これです。どれ？ですからね。これですよ。だからどれよ？まだわかりませんか？これです。わからないって言ってるんだから、あなたが言ってくれればいいじゃない。あ、確かに、ウォーレニズムが出てしまいましたよ。ウォーレニズムだったのね。ええ。そうなのね。で？で？いや、あなたの言うこれって何なの？ああ。大丈夫？時差ボケ？あ、まあ、確かにこっちはもうてっぺん回ってますからね、多少は。簡潔に済ませましょう。そうしましょう。で、何なの？ですからね、これですよ。だからそれを聞いてるのよ。またウォーレニズムが。ウォーレニズムってそもそも何なの？あなたにはオンラインで参加してもらうんですよ。私だけ？ええ。それは逆効果なんじゃないの？オンラインでは全てを伝えることができないじゃない。それを利用するんですよ。見せたいものは見せる。見せたくないものは見せない。オンラインにはそれができるんです。逆に制限するということね。効果的にね。なるほどね。それで相手を不安にさせ、心理的に有利に立ちましょう。うん。俺、あなたやはり我が社の COO ね。よくそんなこと思いつくものだわ。ちょっとした実体験からね、思いつきましたよ。何事も経験しておくものね。え？あ、俺？あ、なんでしょう？一応言っておくけど、私は怒っていたわけじゃないからね。あ、アリさん。さすが、何でもお見通しですか？アリソニズムよ。あ、電話ですよ。そっちの部屋のよ。ん？ああ、こっちでした。若干失礼して。ほら、はい。電話？ママのトミーだ。いや、あ、トミーだ。やめろ、気に入ってたもん、すごいから、見てる。お、見る？いや。いや。フロントからでした。なんて？隣の部屋から、やかましいと。あ、そちらは夜中だもんね。え、3時です。じゃあまた、続きは明日にしましょう。助かります。ゆっくり寝てちょうだい。ええ。ま、二時間後には起きますが、ゆっくり寝ます。じゃあまた。はい。アリソンも、どうぞゆっくり。さすがですね。アリソニズム。